こんにちは、ひろきゆみこです。さて、今回は健康サポート用具背もたれシートチアフルについて開発をされました医学博士の吉野和弘先生にお話を伺いたいと思います。では先生、よろしくお願いします。こんにちは。今日はですね、先生、開発の経緯について伺いたいんですけども、どうしてこの背もたれシートチアフルを開発しようというふうに思われたんですか？私たちはカイロプラクティックという患者さんは腰痛とか肩こりの方が多いんですけれども、その方々を非常に効果的に治療したいというのが狙いがあります。でその中で患者さんを見ていると3つの大きなことが分かってきた。そしてその3つのことをうまく捉えてでチアフルを開発したという経緯。私たちの体というのは骨盤で話しますと、この右の骨盤と左ってあるんですけれども、腰痛などで、骨盤の歪みを調整するんですけれども、その骨盤というのはどんな健康な人でも右の骨盤が前に歪んでくるということが分かってきました。そして、施術するのにいろいろ検査をするんですけれども、体の姿勢を調べてみますと、この体のこれ体幹って言いますけれども、はい、左と右というのは水平でなくて、右の肩が前に歪んで左が後ろに下がるという、このように体が左回転している像が圧倒的に多くの人で見られるということが分かってきた。そして私たちは背骨、脊柱を調整するんですけれども、その歪み方を調べている中で模式図で説明しますと、はい、これが背骨ですけれども、この背骨というのは具合が悪い人だけが歪んでいるのではなくて、このピンク色で示しました、はい、これは背骨が右回線に歪んでいるという像ですけれども、全てが歪むんじゃなくてこのようにまばらに歪んでくる。でこういう歪みが圧倒的に多くの人で見られるということが分かってきたことが理由です。そしてこれらの歪み、あるいはこちらこれ骨盤ですけれども、この右の骨盤が前に行っているのを調整することで、非常に体が楽になっていくということが背景です。そうですか。骨盤の歪みって難病のもとと言われることもありますけど、それが自然とこのチアフルを使っているうちに元の位置に戻っていくというようなイメージですかね。そうですね、はい、不思議な気持ちよさがありますので、ぜひあなたもご体感ください。